先生たち大人がまあこう頑張ってこういうイベントをまあ開催して、それでこう和歌山がこうもっともっと盛り上がってくれたらいいなと思います。今日見学に来て、まあ、天守閣でやる式だということで、まあ、全員が一人ずついろんな努力を重ねて素晴らしい式になってたので、まあ、これからも和歌山を盛り上げていってくれたらなと。ほんで僕たちもそれに関わっていけたらいいなと思います。和歌山城で結婚式を挙げる、このような伝統を受け継げるようにしていきたいなと思ってます。このようなイベントに参加させていただいて、将来は僕たちもこのようなイベントで和歌山を盛り上げていきたいと思いました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
和歌山城、和歌山のシンボルである和歌山城天守閣で、結婚式のプロデュースをしてるんですけども、これはちょっとしたきっかけがありまして、もう今から7年8年ぐらい前ですかね、中国の富裕層が和歌山にフォトウェディング の、 あの撮影に来たんですね。でその時に私着物の着付けを担当させてもらったんですけど、よくよく聞きますとね、京都とか大阪にもうどんどん行ってるんですよ、フォトウェディングに。ところが和歌山はその時初めてだったんです。でそれが私とってもショックで、なんで和歌山はそう外国の方の目にも入らないのというんでショックだったんですね。ただ京都や大阪と同じことをしてたら和歌山ダメっていうことで、ああもう京都は結婚、和歌山は結婚式しかないねと考えてたんですけど、自分が結婚式をプロデュース企画するなんてその時は全然思っていませんでした。でも、皆さんもこうご存知のようにコロナになったでしょ。だコロナになった時にもう本当にかわいそうな話をたくさん聞いたんですよ。若者が結婚式をしたいんだけどコロナやからソーシャルディスタンスだったっけ、そう人と集まったらダメっていうことになったので、結婚式が軒並みあのキャンセルされていったんですね。だその時に結婚式場にもう予約している若者のカップルたちは違約金を80万から180万を取られたんだそうです。私の知り合いもそのようにして違約金払いました。でもそれはいかにもということで、あのなんとかできないかとずっと考えてて、でもう結婚もしないってついでにって言ったらおかしいんですけど、それをきっかけにこう結婚しない若者がどんどん増えてきたんですよね。私は結婚は文化って考えていますので、その結婚式をしないっていう記念を作らないっていうことがダメだと思って、それでコロナで下界がダメなんだったら上界天守閣はどうかと考えまして、お役所に、天守閣で2人だけの小さな結婚式だったら大丈夫でしょうということで交渉したのが今から約3年前です。で2年間の交渉を得てやっとできましたんで、去年1年間2回1年間までで3回で、今年になって今4月1回の全部で4回したんですけど、フォトウェディングは何回かまとってますね。でその中でやっと、まあ、結婚式を許可してもらったんで、2人だけの結婚式できますよ。で和歌山城という特別な場所でできますよ。で和歌山で結婚式をして、和歌山で子育てをして、和歌山で育っていってほしいという、そういう希望もありまして、できるだけ文化である結婚式を和歌山の地でしてほしいなと思ったのが始まりなんです。でそうしてまああの始まっていますけど、まだまだ結婚式場というそういう、なんていうんですか、ものは構えていませんので、口コミや SNS それで広まっていくということしかまだできていませんので、このでも、4回も、人からの紹介であったり SNS から申し込んでくださったりと、この間なんかも SNS に見て台湾の方が天守閣にブライダル撮影に来てくれました。そういう時はとっても嬉しくって元気が出ますね。でその人たちともあの仲良くなったんですけど、その時のカメラマンなんか、まあ、ありがとうっていうことでまた連れてきますねって本当にありがたい言葉で締めくくってくださって、まあ、これから頑張ろうと思っています。まだまだあの皆さんには知れてはいないんですけど、お城だけに関わらずで結婚式だけっていうことには関わらず、あの、まあ、何かのお祝いの式であったりとか、
お父さんお母さんで結婚をしないで家庭を持たれている方なんか、まあ、子供がサプライズをするとか、まあ、とにかくいろいろなお祝い会をしていきたいなと思っています。で、結婚式だけではい終わりっていうんではなくって、人と人をつないでいくっていうこともしたいので、まあ例えば和歌山城で結婚式した人たちは何年かしたらもう一度天守閣へお帰りっていう形でお帰りパーティーとか、そういうことも計画しています。以上です。